アメリカ合衆国の超高層建築物では、アメリカ合衆国にある超高層ビルについて説明する。超高層ビル一般については超高層建築物を、アメリカの建築全般に関しては、アメリカ合衆国の建築を参照のこと。高さが上位のアメリカ合衆国の超高層ビル。ニューヨーク州オールバニーのダウンタウン。左端は44階建て。 高さ180メートルのエラスタスコーニングタワー。オールバには都市圏人口で90万近くの都市であるアメリカ合衆国は世界の超高層ビルの先駆けとなった国で大都市の多くは超高層ビルが集積しており独特のスカイラインを形成している。特にシカゴは19世紀後半の大化により市街地が怪人に返したことで 建築家たちの格好の市場となったことが大きく関与している。また、地震が非常に少なく、岩盤が強固であるニューヨークのマンハッタン島も、グローバル化に伴う、経済、金融などの発展により、世界屈指の超高層建築密集地となった。また、西の玄関口であるロサンゼルス、サンフランシスコなどにおいても、戦後の人口肥大に伴い産業が乱熟し、 金融、ビジネスをはじめとする多数の超高層ビルが密集している。その他、拠点都市、世界都市としても知られるシアトル、ヒューストン、ダラス、デンバー、ミネアポリス、アトランタ、マイアミ、フィラデルフィア、ボストンもダウンタウンには超高層建築物が密集する。その他、オレゴン州ポートランド、サンディエゴ、フェニックス、カンザスシティ、オースティン、 セントルイス、ニューオーリンズ、メンフィス、ナッシュビル、インディアナポリス、コロンバス、シンシナティ、ルイビル、ミルウォーキー、デトロイト、クリーブランド、ピッツバーグ、ボルティモア、シャーロット、タンパなど、アメリカ合衆国の主要な各都市で超高層ビルを見ることができる。ビジネスビル以外では、マイアミ、ホノルル、フォートローダーデール、ラスベガス、アトランティックシティなどに、 超高層のホテルやマンションが林立する風景を目にすることができる。また、中規模都市においてもオクラホマ州タルサ、デモインの801グランドアラバマ州モービルの RSA バトルハウスタワーニューヨーク州オールバニのエラスタスコーニングタワーなど、超高層ビルが建てられている都市が見られる。超高層ビル発祥のシカゴでは、1890年代以降、ニューヨークに、 ビルの高さ争いでは、世界一の座を奪われ続けていたが、アメリカの大手 GMS、チェーン、シアーズの本部で、孫設計のモダニズム建築である、シアーズタワーが1973年に完成すると、世界一の座をニューヨークから奪還した。2013年には、アメリカ同時多発テロで倒壊した一、ワールドトレードセンターが再建され、 再び、アメリカで最も高いビルかつ世界でも3番目に高いビルとなった。しかし、ビルの高さを比較する場合、アンテナを含めた高さよりも最も高いフロアの屋上の高さを比較する方が一般的であり、この場合はウィリスタワーや432パークアベニューの方が高い。20世紀の超高層ビルの建設はアメリカがトップを走っていたが、 21世紀に差し掛かると2004年の台北101や2010年のブルジュハリファなど、さらに巨大な超高層ビル建設プロジェクトは、もはやアメリカではなく、主に中東や中国で進行している。21世紀は世界中で超高層ビルの建設ラッシュとなっている。シカゴの超高層ビル群左側の最も高いビルが、 ウィリスタワー世界で超高層ビルが最も早期に建設され始めたのはシカゴである。1884年にウィリアム・ル・バロン・ジェニーが設計したホームインシュランスビルが建てられ、これは世界で初めて高性能鉄骨構造を用い、世界の超高層ビルの最も先駆けとなるものであった。1871年、 木造建築がほとんどであったシカゴに火災が起き、さらにミシガン湖からの強風で大火災になったのをきっかけに、シカゴ市は建築材料として耐火性の高い石や鋼鉄の素材を奨励し、シカゴのビル建設はここに始まった。1889年にはオーディトリアムビルが建設され、これは世界一の高さの超高層ビルとなった。また、 シカゴの初期の高層建築の重要な貢献には、鋼鉄製の柱、梁によって、ガラス窓の面積を大きく取ることを可能としたことが、挙げられる。これを実現した1895年のリライアンス、ビルはガラス張りの壁面を持つ、近代的デザインの高層ビルの端緒となった。ロワー,ーマンハッタンの超高層ビル群画面、中央手前の細い三角形のビルが、 フラットアイアンビルマンハッタン42丁目通りその後、ニューヨークのマンハッタン地区でも超高層ビルが相次いで建設され始め、ついには超高層ビル群を形成するようになり、これらはマテンローと呼ばれ、同国を象徴する景観の一つとなる。マンハッタンの超高層ビル群は主に2箇所に分かれて形成されている。一つ目は、マンハッタン東南部のウォール街などを抱える。 ロワー,ーマンハッタン地区、二つ目はマインハッタン島中央部のミッドタウン地区である。1870年に建設されたエクイタブル生命ビルは初めて実用的なエレベーターを設置したオフィスビルであり、これを高層ビルの端緒とする見方もある。1884年にはジョージ b ポスト設計のニューヨーク商品取引所ビルが建設され、これは 鉄製の鉄骨構造を用いていた。ニューヨークで初めて100メートルを超えた超高層ビルは1890年のジョージビーポスト設計のニューヨークワールドビルである。1894年のマンハッタン生命保険ビル、1899年のパークロービル、そして1908年のシンガービルは建設当時は世界一の高さとなった。 ニューヨークに建設された超高層ビルの種類は年代により異なり、1900年代から1920年代にかけて作られたものは主にキャスギルバートによるウールワースビルやナポレオン・ルブランによるメトロポリタンライフタワー等に見られるネオバロック様式である。1920年代から1940年代にかけて作られたものはウィリアム・バンアレンによる クライスラービルやシュリー・ブラム・ハーモンによるエンパイア・ステートビルに代表されるアールデコ様式であった。その後1950年代から1970年代までに、ものは、オスカー・ニーマイヤーなどによる国際連合本部ビルやミス・ファンデル・ローエなどによるシー・グラム・ビルディング、ソンによる リーバハウス、ミノルヤマサキによる世界貿易センタービルなどの箱型でインターナショナルスタイルとも呼ばれるモダニズム様式。1970年代後半から1990年代にかけてはフィリップ・ジョンソンによる AT&T ビルやエドワード・ララビー・バーンズによるシティグループセンター、シーザー・ペリによるワールド・フィナンシャルセンターに見られるモダニズム様式に装飾性を帯びた。 ポストモダニ様式といったものに分かれる。近年、ニューヨークで建てられる超高層ビルは多様化しており、どの様式に属するかは現時点では判断しがたい。しかし、主に透明的な印象を持たせるガラスを多用した建築が作られる場合が多い。また、ニューヨークで確立された超高層ビルの建築様式は、同時に世界的な潮流となる場合も多い。また、 特に2001年9月11日のアメリカ同時多発テロ以降はハドソン川対岸のニュージャージー州側にも災害事業務継続や食獣近接などの観点からジャージーシティの30ハドソンストリートなどの超高層ビルや超高層アパートが建つ傾向にあるロサンゼルスの中心部中央左寄りがライブラリータワーシカゴやニューヨークに比べて土地に余裕がありまた 地震の危険性が高いロサンゼルスにおいては、1970年代まで密集した超高層ビル群はなく、ほとんどの超高層ビルはそれ以降に建てられたものである。超高層ビルの多くはダウンタウンに集中しており、ダウンタウンから少し離れると超高層ビルと呼べる、建物は少なくなる。また、ロサンゼルスの超高層ビルは、シカゴやニューヨークには、数は、 元より高さでも及ばないものの、それでもかなりの高さはある。ロサンゼルスで最も高い超高層ビルは2016年に建てられたウィルシャーグランドセンターである。これは北米大陸西部では最も高いビルとなっており、アメリカ国内でも9番目、世界では62番目の高さを誇っている。この一覧は完成時の高さに到達した。 全高700フィート以上のアメリカ合衆国のビルの高さ順位を掲載する。ビルの高さはアンテナを含めた高さではなく先頭や最上階のフロアの屋上の高さを基準とする。順位の数字の隣に統合が記されている場合は複数のビルで高さが同じであることを示している。完成当時世界一高いビルとなったものこの一覧は 完成時の高さに到達した全高800フィート以上のアメリカ合衆国のビルの高さ順位を掲載する。ビルの高さはアンテナ、マスト、ポール等も含めた高さを基準とする。順位の数字の隣に統合が記されている場合は複数のビルで高さが同じであることを示している。アンテナを除いた先頭や最上階のフロアの屋上の高さも 参考のため記載する。最長部の高さが上位のアメリカ合衆国の超高層ビル。完成時の高さに到達したが工事中で未完成のビル。この一覧では400フィート以上の超高層ビルが15棟以上あるアメリカの都市を記す。この一覧は現在建設中で完成時には全高700フィート以上になる計画である。 アメリカ合衆国のビルの高さ順位を掲載する。すでに完成時の高さに達しているビルは、この一覧からは除去する。が記されている欄は、完成年が未定であることを意味する。この一覧は、完成時には、全高700フィート以上になる計画である。アメリカ合衆国のビルの高さ順位を掲載する。すでに着工しているビルは、この一覧からは除去する。 A フロアアカウントオブ50階建て以上のビルは高さが未発表でもこの一覧に記載する。が記されている欄は高さ、階数、または完成年が未定であることを意味する。この一覧は解体済み、または解体中のアメリカ合衆国のビルの高さ、順位を掲載する。完成時に世界一高いビルとなったものこの一覧は アメリカ合衆国で最も高かった歴代のビルを最長部に到達した都市順に掲載する。最長部到達時に世界一高いビルとなったもの。ありがとうございます。